やっとお目覚めだな。今検査結果が出たよ。安心したまえ。異常なしだ。よかったね。うんうん。どうしてって、待て、看護婦か誰かが説明しなかったかね。そうかそうか、それは失礼したね。君はね、跳ねられたんだよ、交差点で。そう、出会い頭にね。その時に少し頭を打ったようでね、脳震盪を起こしてしまったんだ。それで救急車でここに運び込まれたんだ。必要な治療と検査は全てやっておいた。まあ軽症だな。これなら明日にでも退院して構わんでしょう。ないよ。まあ1週間くらいは自宅療養で経過を見ることになると思うけど。ああ、そりゃ少し巻きすぎだな。見習いの看護婦にやらせたもんだから。誰が車と言ったかね。君を引いたのは自転車だよ。あ、ぶつかったと言った方がいいかな。そう、自転車とぶつかった拍子にひっくり返って目を回した。相手が自転車だったとはいえ、頭を打って脳震盪を起こしたんだから、用心のため精密検査をしたってわけだよ。ただまあ、今日一日くらいゆっくりしていきなさい。包帯は後で巻き直させるから。2時間ほど。今やっとお昼になったところだよ。ああ、そうそう、制服と身につけていたものはそのロッカーに入ってるから、もう着替えても構わないよ。あ、それからさっき親御さんとようやく連絡が取れて、もうすぐいらっしゃるはずだから。
ちょっと何サボってんのよ。棚の整理手伝ってよ。